正直 V になって一番苦労したことは、 V になって一番苦労したこと、なんだろうね。基本的にやっぱり楽しいことが多いかなって気はするけど、あーでもあれかな、まあ、VTuber だけの話じゃないと思うけどさ、ホロライブの中でいるときはそこまでさ、すっごい神経張り巡らせてるわけじゃないけど、外部のね、案件とかいただいてる、いただいた先方のさ、方とか、そういう案件をいただいた方とのやり取りをするときとか、やっぱすごい緊張するし、あ、失礼のないようにしないと、とか思いつつ、でもなんかあんまりかしこまりすぎると、普段の、キャラと違うってなんか思われちゃうかなとか、そういうとこちょっと難しいなって思うかな。案件をくださってるさ、方だって普段の放送の僕を見てるわけじゃん。だからなんかそのかしこまりすぎてるとなんかこんなんなんだって思わせちゃったりするかなとかそこが結構ね、なんか不安な点ではあるというか、その苦労というか、難しいのかなーって思うことではあるのかな、やっぱり。時とばだから全然ありだと思う。まあそうだよね。そうなんだけどさ、すごいそういう部分を考えてしまうかな、やっぱり。あとなんかあるかな、 VTuber になって苦労したこと。一番は多分そこら辺とのギャップだとは思うんだけど、あとはでもあれかな、これは僕だけじゃないけどさ、喉の管理だったりとかさ、あとは会社とかに勤めてる時よりも完全に自己責任のことが結構多いから、そういう意味では自分のこと自分でいっぱい管理していかないとダメだなぁとは思うかな。やっぱり喉の管理だったりとか、スケジュールの管理だったりとかさ、昔よりももっと自分のこと分かってあげないといけないし、そうセルフ的なもの、自分で体調の管理したりとか、スケジュールの管理したりとか、そこら辺かな、やっぱり。自己管理が昔よりもすごく多くなったかなって感じかな。